この日は監督、選手とチーム関係者が沼津比叡神社を訪れ、毎年恒例となった必勝祈願をしました。今年は結束、熱く戦いをスローガンに、中山新監督のもと、リーグ優勝を目指して戦います。報道陣も例年以上に訪れ、注目の高さが伺えました。中山監督は健康第一、菅井選手はより高みへという願いを絵馬にしたため奉納しました。同じ日の夜、沼津リバーサイドホテルでスポンサーを招いてキックオフパーティーが開かれ、およそ200人の関係者が出席しました。パーティーでは真新しいユニフォームに身を包んだ選手が一人一人紹介されました。また選手が各テーブルで出席者と交流を深める場面もあり、一緒に記念撮影をするなどしてリラックスした時間を過ごしていました。それでは選手へのインタビューの模様とパーティーでの挨拶の模様をまとめてご覧ください。今年はみんな練習もとってもきついんですけど、いい雰囲気でしっかりやるところ、正しくやるところ、そういったところゴンさん中心にスタッフの皆さんが本当によくやってくれているので、とてもいい雰囲気だと思います。そうですね、ゴンさんのトレーニングはとてもきついんで、みんなついていくために精一杯やってますけど、本当その中でもみんないい雰囲気で楽しくできていると思います。そうですね、本当ゴンさんはもう通りって言ったらあれですけど、普段も通りですし、それに僕たちも感化されて本当に、声を出したりとか、本当いい雰囲気で盛り上げながら、今までのチームでなかったような雰囲気でできてるかなっていうふうに思います。僕自身はやっぱりハードワークするのが自分の持ち味だと思ってますし、その中でも得点を狙うっていうのが僕の特徴だと思うんですけど、そこをもっとハードワークする部分もチームのためにやるっていうのをもっと強化しつつ、今まで以上に得点をできるように狙えるようにやっていきたいなと思っています。そうですね、去年、チームとしては優勝を狙ってますし、個人としては去年以上の数字の結果を出せるように、そしてチームのために走る、みんなと戦って優勝を目指しています。いつも応援ありがとうございます。今年はアスルクラの沼津のスローガンでもある結束というのを皆さんと、沼津市民の皆さん、そして東部の皆さんと共に戦って優勝を目指していきたいと思いますので、これからも熱いご支援よろしくお願いいたします。1ヶ月ぐらい始まって経ちましたけど、すごいいい雰囲気っていうか、若手新加入選手で若い選手も多く入ったので、その選手たちが盛り上げてくれたりしてて、すごいいい雰囲気だと思いますね。そうですね、もう僕今今年7なんですけど、もう中堅っていうか、中堅というよりベテランではないですけど、年齢的に言ったらすごい上の方なんで、だいぶリフレッシュさは感じますね。すごい練習きつくなりましたし、でも達成感っていうのはすごいあるんで、で毎日毎日、上手くなったなっていう実感というのがすごい今年感じるんで、試合がすごい楽しみですね。まず強度として90分間やり抜く体力といいますか、そこら辺はそうですね、去年よりかは絶対ついたと思いますし、まだ90分やってないんですけど、90分やり通せるっていう、なんていうの、体の感じがあるんで、そこら辺は早く90分やりたいっていうのと、公式戦はどうなるか分かんないですけど、公式戦もすごい楽しみにしてますね。ずっと今年行ってるんですけど、やっぱり優勝ってところで、やっぱり去年ワールドカップ見て一番思ったのが、最初は森保さんとかもメンバーとかも結構批判されたりしたんですけど、勝つことによってどんでん返しっていうんですか、
全部意見が変わってみんな応援するとかそういう雰囲気になったんで、やっぱり勝つって大事だなってすごい去年感じたんで、そこは今年絶対1試合でも多く勝ってサポーターに笑顔を送りたいと思います。今シーズン、去年はあまり勝つ試合が見せれなかったんで、今シーズンは1試合でも多く勝って皆さんと笑顔で試合終わりたいと思う、今シーズン終わりたいと思うので、ぜひ皆さんスタジアムに足を運んでいただいて、アスルグランドマズを応援してください。よろしくお願いします。Boa noite a todos, me chamo Raul Sudati, sou brasileiro, estou aqui hoje para ajudar o Azul Claro a subir para a segunda divisão do Japão, vim com esse objetivo do Brasil, estou muito feliz, conto com a presença de todos os torcedores e agradeço ao Azul Claro e à cidade por estar me apoiando e acreditando no meu futebol. Muito obrigado. Raul, tive uma impressão muito boa agora. Acabei de conhecer ali um pouco do mar no Rio, acho que é. Achei muito bonito. É uma cidade que é totalmente diferente um pouco do Brasil, mas uma cidade que me encantou muito. Quero trazer minha família para conhecer, meus amigos, porque é uma cidade que é muito linda e acolhedora. Tenho um bom passe. Sou um jogador que me expõe muito no jogo, gosto de falar, de comunicar. E tenho muita visão de jogo e a inteligência também. Eu acho que a intensidade é uma coisa que no Brasil não é tanto igual aqui. Toque de bola também, que no Brasil é muita força física. E é isso. O objetivo desse ano foi como eu falei antes, que é o objetivo que eu saí do Brasil para vir para cá, para Azul Claro, é subir ele para a segunda divisão. Esse é o objetivo que eu tenho. Torcedores do Azul Claro, conto com a presença de vocês para a nossa estreia e o restante do campeonato. Sabe que vocês fazem muita diferença para nós dentro de campo. Conto com que vocês podem acreditar em nós, que a gente vai dar o nosso máximo para o objetivo nosso, que é subir para a segunda divisão. Conto com a presença de todos vocês e até logo. その選手がスタジアムで活躍する姿をぜひ見に来てください。またシーズン報告会の日にはお互いがいい顔でまたこの場でお会いできる日を楽しみにしています。ぜひ1年間僕らと戦ってください。応援よろしくお願いします。チームキャプテンを菅井にやってもらうことになりました。冒頭菅井の挨拶が非常に立派だったので、僕自身がこの場で言うことはほとんどありません。今の選手の表情を覚えておいてください。この表情がグラウンドの上でどう表現するのか、どう熱い魂をグラウンドの上で表現してくれるのか、それがなかったとき、皆さん、怒ってください。罵声を飛ばしてやってください。それぐらいの表情で選手たちはグラウンドの上で